バンドリ、バンドリ、ガールズバンドパーティー、バンドリ、ガールズバンドパーティーは、ブシロードのアプリケーションゲーム。略称は、ガルパ。ジャンルは、リズムアドベンチャーゲーム。開発元は、クラフトエッグ。キャッチコピーは、はじめよう、私たちのバンド活動。4周年以降のキャッチコピーとして、まだまだ止まらない、私たちのバンド活動。 が2021年2月28日に放送されたバンドリ6周年記念特別番組内でクラフトエッグの森川修一から発表された iOS および Android 用ゲームアプリとして武士もより2017年3月16日配信された日本国外でも配信がされており英語版反対アザ版韓国語版艦隊アザ版が存在し 2020年9月には全世界ユーザー数が2000万人を突破した。2021年9月16日に Nintendo Switch 版バンドリーガールズバンドパーティー4ーニンテンドース s w i が発売芸人の中ヤマキンに君を起用した実写 CM が制作され彼が CM 中で叫んだガルパワーは一部で話題になった。バンドリプロジェクト全体のプロモーションは 本作が中心となっている。コラボレーション展開は、関連イベントコラボレーションを参照。物語の舞台は、東京都、新宿。ストーリー展開として、テレビアニメ、バンドリ、シリーズ、アプリゲーム、バンドリ、ガールズバンドパーティ、コミカライズ作品、コミック版、バンドリ、バンドリ、ガールズバンドパーティ、ロゼリアステージ、ライセ、ザストーリーオブマイミュージックは、 同一世界観による連動したストーリーが展開されており、アニメ、ゲーム、漫画の各シナリオ陣が連携してストーリーを展開している。そのため、各メディアでストーリーを補完し合いながらシナリオが展開され、すべてのメディアを追うことでシナリオをさらに楽しめるようになっている。本作ではメインストーリーを軸に各バンドがメインのバンドストーリーや順次配信される。 イベントストーリーが存在する。基本的には配信順に物語が進み、ストーリーによっては過去のストーリーとのつながりや次のストーリーへの伏線が見られることもある。シーズン1は霞たちが高校に入学した春より1年間の物語が描かれている。該当ストーリーはメインストーリー1章、バンドストーリー0章2章、イベントストーリーである。 テレビアニメ第1期のストーリーは、ポッピン、パーティーバンドストーリー0章として実装されている。シーズン2はシーズン1開始より1年後、霞たちが進級したところから、物語が始まる。該当ストーリーは、メインストーリー2章、イベントストーリーである。テレビアニメ第2期にて初公開された設定が、追加され、第2期にて初登場した朝広っかが、ゲームストーリーにも登場するほか、 レイズへスウィーリンや和装霊について登場人物が語るなどアニメ第2期の物語を前提にストーリーが展開されている。またメインストーリー2章よりモルフォニカの倉田真白と霧ヶ谷東子が実装に先行して登場している。基本無料のアイテム課金制。リズムゲームを楽しむライブパート、メンバー同士の日常会話を楽しむことができるアドベンチャーパート、 各バンドやキャラクターの物語を描く、ストーリーパートをメインに構成されている。ストーリーを進めたり、最新のイベントが配信されていくことで、ライブで遊べる楽曲が追加されていく。スターを消費することでガチャを引くことができる。ニオンのメンバーを獲得できる。一部のガチャは優勝スターのみとなっている。2019年3月16日の2周年の際に追加された機能。 通称、天井。ガチャでメンバーを獲得した際に手に入る、ガチャシールを300枚消費することで、ガチャシールに対応した交換書内のメンバー1人、またはミッシェルシールと交換ができる。ガチャシールはガチャシール付きガチャからメンバーを1人、獲得するごとに1枚獲得できる。本作品では、キャラクターカードのことをメンバーと呼称する。例外として、レーズエースウィーリンは、 レーズエスウィーリンミスをあげろにて追加された。ライブを行うバンドメンバーの編成や強化などを行う。一人でプレイするフリーライブ最大5人での協力プレイが可能な協力ライブがあり、イベントによってはチャレンジライブおよび対バンライブをプレイすることができる。スコアランクに応じてかけら、コインなどを獲得できる。協力ライブでは誰でもレギュラー、ベテラン、 マスター、グランドルームの5タイプがあり、基本的な遊び方の通常ルームと曜日ごとに特定の報酬を獲得しやすくなる特別ルームの2タイプがある。さらにプライベートルームではもう1回ライブ機能を使って同じ人と連続でライブができる。あらかじめキャラクターを選出し、5人で結成されるバンドを組む必要がある。なお、 同じキャラクターを二人以上同じバンドに設定することはできない。難易度はすべての楽曲でイージーノーマルハードエキスパートの4種類に分かれている。2018年8月10日からは新難易度、スペシャルがチャレンジライブのブラックシャウトドントセイレージ a ーに追加され、8月18日よりフリーライブ、協力ライブにも追加された。 スペシャルに対応する楽曲は順次追加されていく。音楽に合わせて画面奥から手前に流れてくるアイコンが判定ラインに重なったタイミングでタップし成功することでスコアが上昇する。タップのタイミングに応じてパーフェクト、グレート、グッド、バッド、ミスに判定される。グッド以下を一度も取らなければフルコンボとなる。バッドとミスではライフが減少し0になると ライブ失敗となる。ただし、協力ライブ、対バンライブでは継続して、ライブができる。2019年9月10日から一部楽曲に、新機能、フルライブが追加。通常の楽曲とは異なり、フルサイズで楽曲をプレイできる。機能は、フリーライブのみであり、通常の楽曲とは異なりライフの減少量は少なく、設定されている。 2018年5月21日より追加された機能バンドストーリー第2章にて配信されるロゼリアのオリジナル曲ネオアスペクトのミュージックビデオよりアプリ内のフリーライブからメガボルト再生が可能となるまたフリーライブにてミュージックビデオを再生しながらリズムゲームがプレイできるメガボルトライブ機能も同日に追加された2019年9月10日からは フルバージョンメガボルトとして、ポッピンパーティーの楽曲、二重の虹のフルバージョンメガボルトとして追加された。2020年3月16日現在、ミュージックビデオの収録曲は、ゲーム内メガボルトが5曲、テレビアニメ第2期オープニングが2曲、テレビアニメ第2期劇中歌が16曲、フィルムライブ劇中歌が11曲、テレビアニメ第3期主題歌が2曲、初音ミクコラボ。 歌ってみたメガボルトが4曲の計40曲である。ゲームでは随時イベントが開催されており、期間はイベントによって異なる。イベント期間中にライブをプレイすると、イベント P 等を獲得できる。獲得したイベント P に応じて、イベントストーリーの解放、達成報酬、ランキング報酬を獲得でき、一定以上の順位となることでそのイベントの称号を獲得できる。また、 指定された属性及びメンバーをバンドに編成している状態でライブをするとイベントを有利に進行できるボーナスが発生する。それぞれのイベントの相違点は以下の通り、街や学校にいるキャラクターたちの日常会話を楽しむことができる。フィールド上のキャラクターをタップすることで会話が始まり、新しい会話の場合には、プレイヤーランクとそのキャラクターが所属するバンドのバンドランクが上昇する。 コインなどで購入したアイテムをアドベンチャーパートのフィールド上に設置したり、ストーリーが進むごとに新たな会話が追加される。エリア会話はキャラクター図鑑でも見ることが可能である。2019年3月16日に追加された機能。エリアマップ内に新たに常設されるラウンジに入室することで、これまで1対1であったアドベンチャーパートのエリア会話とは違い、 複数人の会話劇を楽しむことができる。閲覧済みの会話は、キャラクター図鑑で再度閲覧が可能である。なお、誕生日前日、当日の会話はその日に限り再度閲覧でき、前者はランダムで発生、後者はイベント画面で閲覧できる。2018年6月19日に追加された機能。各キャラクターのプロフィールやエリア会話、ラウンジ会話、 メンバーのイラストなどを見ることができる他衣装変更も行える。また、キャラクターが登場するイベントストーリーやゲーム内漫画、ツイッター掲載漫画、ガルパライフを見ることも可能である。2020年1月21日、キャラクター図鑑がリニューアル。バンドキャラ図鑑となり、バンドプロフィール、楽曲、メガボルトなどが確認しやすくなる。 指定のプレイヤーランク到達により解放されるメインストーリー指定のバンドランク到達により解放されるバンドストーリーイベントで獲得できるポイントによって解放されるイベントストーリーがありすべてフルボイス仕様であるなおメインストーリーバンドストーリーイベントストーリーでは新規楽曲が追加されることもあるイベントストーリーは2017年3月24日より 配信が開始。月に約3回開催されており、各バンドがメインのイベントと、各キャラクター混合のイベントがある。イベント終了後は、思い出のストーリーにてイベントを見ることができる。その際にバンドイベントでは一定以上のバンドランク、混合イベントでは一定以上のプレイヤーランクが必要となる。また、メンバーごとにエピソードと呼ばれる個別ストーリーが設定されており、 かけらを使用することで解放できる。独をすることで能力値が一定値上昇し、スターを獲得できる。2018年4月より、テレビアニメ第一期のシナリオをもとに新たに、再構成されたバンドストーリー0章、ポッピンパーティー結成が配信。同年5月より、各バンドのバンドストーリー2章が順次配信される。また、バンドストーリー第二章公開に先駆けて、 特設サイトが開設され、第1章を振り返るダイジェストムービーが公開された。さらに、ポッピンパーティーを除く4バンドのアニメーションによるミュージックビデオの制作が発表された。メインストーリー1章、バンドストーリー0から2章、2019年3月15日までに配信されたイベントストーリーはシーズン1と定義され、 2019年3月16日以降に配信されるイベントストーリーメインストーリー2章はシーズン2と定義される2020年1月20日バンドストーリーの開放条件からバンドランクの条件が撤廃された1月21日にはストーリー画面がリニューアル過去のストーリーがイベントイラストあらすじ楽曲と共に振り返られるようになるまた イベントストーリー内でのバンドストーリーの時系列が分かりやすく表示されるようになる。アニメで使用された楽曲やキャラクターソング、ゲームオリジナル曲に加えて、エレメンツガーデン編曲によるカバー曲が収録されている。2021年9月24日、現在、オリジナル曲が168曲、カバー曲が172曲、計340曲が収録されている。 ゲーム内にて初公開されたミュージックビデオの未表記。初ネミクコラボのミュージックビデオについては記載しない。特記事項がない限り、原作、監修は、クラフトエッグ、ブシロードが担当している。バンドリ、ガールズバンドパーティ、ハロハッピーサークル放送局、バンドリ、ガールズバンドパーティ、ハロハッピーサークル放送局は2017年3月17日より、フレッシュ。 ニコニコ生放送、YouTube ライブにて配信されている、インターネット番組、月1回配信。第0回と1回のみ、サークル放送局として放送し、第2回以降は、ハロハッピーサークル放送局として、MC に伊藤美久と豊田萌えを据えて放送している。2021年3月16日の4周年、記念放送内で新番組の内容が発表された。 ことに伴い第45回をもって本番組を終了し、バンドリ、ガールズバンドパーティーの情報番組としての役割は次番組、ガルパステーションに引き継がれることとなった。ガルパステーション、ガルパステーションは2021年6月12日より YouTube ライブにて配信されているインターネット番組、全校に挙げたバンドリ、ガールズバンドパーティー、 ハロハッピーサークル放送局の実質的、後継番組となる。出演者、MC は毎回キャストの中から交代で行われるが、キャスト以外のゲストが登場することがある。出演者月刊ブシロード t v w i h 富山姉妹2017年7月6日より2018年3月29日まで、東京 MX、BS 富士にて放送されたテレビ番組。MC は、学、ま、美、小崎由香 詳細は、月刊ブシロード TV 参照。開始当初は、月刊ブシロード t v w i ズ、富山姉妹、フィーチャリングガルパ。だったが、同年10月より、タイトルから、フィーチャリングガルパ。を外した。ゲストは2017年9月までは、ガルパ出演声優の2から4週入れ替わり形式。同年10月以降は、ガルパ以外のブシロードのコンテンツ出演声優も、 出演している。2018年4月のリニューアルにより放送は終了したが本番組の内容は事実上バンドリ。TV に引き継がれ、まなみと尾崎ゆかは同番組の MC となる。2018年月刊シロード4月号市場通販で月刊シロード TV ウィズと山姉妹メモリアル DVD そういや こんなこともありましたねとして2017年7月から2018年3月放送分を、収録。月刊節ロード t v w i ズスターライトバンドリ。2019年4月6日から12月29日まで、東京 MX にて放送されたテレビ番組。MC は、小山桃代と、アイバーアイナ。少女歌劇、デビュースターライトがメインの内容となっており、バンドリに関しては、 番組内の1コーナー扱いとなっている。ゲストは、スターライト出演者が2から4週入れ替わり、形式で出演している。2020年1月のリニューアルに伴い、2019年12月29日で、このタイトルでの放送は終了。現在は、月刊ブシロード TV with スターライトバンガードとして放送されている。当番組以前に放送していた。 月刊士ロード TV ウィズトリモンバンドリ。月刊士ロード TV ウィズ九州三国志バンドリ。月刊士ロード TV ガルパ2周年 SP を含め、詳細は、月刊士ロード TV 参照。バンドリ。TV 2018年4月5日より、東京 MX サンテレビにて放送中のバラエティ番組。YouTube バンドリチャンネルにて放送回を全後編に分け、 二週間限定先行配信をしている。前日の月刊節ロード t v w i h と山姉妹が月刊節ロード t v w i t h バンガードへのリニューアルに伴いバンドリに関する内容を引き継いでいる。MC は、ま、なみと前島亜美番組内で放送されたショートアニメパステルライフバンドリガルパピコについても記載する。 2019年の当番組の放送休止期間及びアニメ第2期本放送と再放送中に配信されたバンドリ。t v ライブ2020年の当番組の放送休止期間及びアニメ第3期放送中に配信されるバンドリ。t v ライブ2020は後日の項目を参照。出演者過去の出演者現在のコーナー過去の コーナースタッフ主題歌ゲスト放送局パステルライフ2018年5月17日よりバンドリ TV 内で放送された日常継承とアニメ。監督は漫画家イラストレーターの日野富。アニメーション制作はスタジオ a c a t 約3分間の短編アニメーションでパステルパレッツを主役とする。全6話。放送後は YouTube のバンドリチャンネルにて。 放送翌日の13時に配信される。バンドリ、ガルパピコ2018年7月5日から12月27日まで、バンドリ TV、内容予備 ATX で放送された約3分間のコメディケーショーとアニメ、全26話、小さい等身のガルパキャラクターの日常をコメディタッチに描いている。バンドメンバーではないと山あすかの出演している回も、ある。 話によっては相当なシュールギャグ一辺倒の回もあり、ショートギャグアニメならではの投げっぱなし、落ちも少なくない。また、アニメ本編などでは、接点の少ないキャラクター同士が交流するシーンも多い。2019年12月12日、第2期となるミニアニメ、バンドリ、ガルパピコ大森の制作が発表され、2020年5月7日のバンドリ、 TV ライブ2020内にて先行して放送されていた。地上波では東京 MX にて2020年7月7日より放送。登場キャラクターは一期の5組25人に、レイズ・エース・ウィーリン、モルフォニカを加えた計7組35人に、月島・マリナを加えた36人。バンドメンバーではないと山ま・アスカの出演している回もある。このうち、 テレビアニメサードシーズンまで登場していなかった、モルフォーニカは、ガルパピコ大森が、アニメ初登場となった。2021年6月6日、第3期、バンドリ、ガルパピコフ、イーバー、の制作が発表され、同年10月7日から、バンドリ、t v ライブ2021内にて放送が決定。アニメーション制作を、DMM、フューチャーワークス、 ダブトゥーンスタジオと3次元が担当。制作協力としてパッションネとクリエイターズインパックが参加している。制作の3次元と音響、制作協力のクリエイターズインパック、パッションネはバンドリ、ガールズバンドパーティ、第2章にて収録されたミュージックビデオの制作やテレビアニメ第2期以降の制作も担当している。総監督を DMM、 フューチャーワークス、ダブトゥーンスタジオ所属のフラッシュアニメーターである、森江健志郎、監督、アニメーションキャラクターデザインを、DMM、フューチャーワークス、ダブトゥーンスタジオ所属で、漫画家、イラストレーターの宮島聖也が務める。制作指式、ストーリー原案、キャラクター原案、音楽プロデュースは、ガルパと同様のスタッフ陣が務める。イオンシネマとのタイアップ企画として、 同年10月5日より、バンドリ、カルパン、ピコマナームービーパステルパレッツ編が上演される。なお、他4バンドもマナームービーとして、順次展開されている。マナームービーは1年間継続される。スタッフ主題価格はリストバンドリ。TV ライブ2019年1月10日から、YouTube ライブなどにて配信されている、生放送番組。 2019年1月から3月まで、テレビアニメ、バンドリ、セカンドシーズンの放送により、バンドリ、TV の放送が一時休止となったため、アニメ第2期の最新話が放送された直前前の、毎週木曜日22時から、YouTube ライブなどにて生配信された。MC は、前島あみ、相葉愛奈、伊藤美久の3名がシャッフルに交代しながら担当し、 特別会では、ま、なみが MC を務めた。2019年5月11日からバンドリ、TV ライブの配信が再開。アニメ再放送直後の毎週土曜23時より YouTube ライブ、ペリスコープにて配信される。MC は小原理子がレギュラー MC となり、各回にゲスト MC が出演する。2019年8月3日に配信終了。 その後は不定期に特別版が配信された。2020年1月から4月までは、テレビアニメ、バンドリ、サードシーズンの放送により、バンドリ、TV の放送が再び一時休止となるため、同年1月23日より、バンドリ、TV ライブ2020とタイトルを変えて、テレビアニメ第3期最新話が配信及び、放送される。 直前の毎週木曜21時30分より YouTube ライブとペリスコープにて生配信される。また同年1月6日にはバンドリ TV ライブ特別版新春スペシャル生放送が生配信された。2月13日はアニメサードシーズンの放送枠でバンドリ TV 特別編が放送されたためアニメと合わせて休止となった。 2020年4月23日をもって、テレビアニメ第3期の放送が終了したが、バンドリ、TV の放送は再開せずに、2020年5月以降は、毎週木曜22時より、YouTube ライブとペリスコープにて生配信されており、番組内では、バンドリ、ガルパピコ大森が先行配信されていた。なお、2週間限定のアーカイブ公開となっている。 ただし、振動天音が出演する場合は、労働基準法の関係上、振動が18歳未満のため生出演できず、事前収録によるプレミア公開の措置が取られている。2021年1月7日からは、年越しに伴い、バンドリ、t v b ライブ2021とタイトルを変えて放送されている。同年七月十五日からは、放送直後の毎週木曜十三時より、 リアルライブで過去に演奏された名曲たちをピックアップするバンステバンドリステーション2021がそのまま放送されている。2021年10月からは番組内でバンドリガルパピコフイーバーが配信される予定。コーナー出演者出演者バンドリガルパラジオウィズアフターグローバンドリ カルパラジオウィズアフターグロウは2017年10月6日より2019年9月27日まで文化放送にて毎週金曜日26時27時に放送していたラジオ番組響きラジオステーション音線では同年10月7日より毎週土曜日23時30分更新にてアーカイブ配信していたパーソナリティは三沢幸香。全104回配信 第53.7203.104回は、ゲスト出演なし。バンドリー、ガールズバンドパーティー、プレゼンツアフターグローの夕焼けスタジオ、バンドリー、ガールズバンドパーティー、プレゼンツアフターグローの夕焼けスタジオは2019年10月5日より、FM、ナックファイブにて毎週土曜日21時21時30分に放送されていたラジオ番組、響きラジオステーションでは、 同日より毎週土曜日23時30分更新にてアーカイブ配信している。パーソナリティは三沢さちかと金本久子。2020年9月26日をもって NAC5 でのレギュラー放送は終了し、10月より特番枠で毎月最終日曜日24時30分25時にアフターグローの夕焼けスタジオスペシャルとして放送。響きラジオステーションでは、 バンドリ、ガールズバンドパーティ、プレゼンツアフターグローの夕焼けスタジオとして引き続き、毎週土曜日21時に配信される。第1から23回は、ゲスト出演なし。様々な企業とのコラボレーション企画を積極的に行っており、これはアニメやゲームファン以外にも様々な人に向けた幅広い内容のコラボレーションを行うためとしている。 プロジェクト全体としてのコラボレーション展開は、バンドリー、関連イベントコラボレーションを参照。また、コラボメニュー購入時に、レシートに印刷されたコードを応募フォームで応募すると、オリジナル A3 サイズポスターや、オリジナルクッションがプレゼントされるキャンペーンも行われた。パステル、ライフに関するカテゴリー、バンドリー、ガルパピコに関するカテゴリー。ありがとうございます。